もハッピーです。いつも見てくれてる方ありがとうございます。まだの方チャンネル登録お願いします。今日は皆さんにカードショップの現況についてお話ししたいと思います。なぜこんな話を急にするのかと言いますと、今皆さんもご存知の通り、コロナウイルスの影響でたくさんの事業、商売がダメージを受けていますという、お話をしていきます。あらゆる競合他社さんのデータを僕が持ってるはずもないんで、感覚込みの話にはなってしまうんですけど、まず自身が経営するマジック・ザ・ギャザリング専門店ハレリアがどのような状態かと言いますと、この1ヶ月店舗の売り上げですね、全国で10店舗あるんですけど、店舗の売り上げの合計額が、通常時および予測と比較してこの1ヶ月約2割下回っているという状態です。もちろん実店舗っていうのはお客さんがいらっしゃって喜ばれてなんぼなんで、別にこうウイルスの流行とかそういうんじゃなくても、例えば、天災系ですよね、地震とか台風とかそういったものでも集客が減って売り上げが下がってしまうっていうことはもちろんありますし、もともとその想定込みのビジネスではあるんですけど、これが3日とか1週間とかだとそれなりによくあることで、でも1ヶ月で見た時に2割以上下回るというのは珍しいことで、正直厳しめの状態ではあります。2割でもだいぶ厳しいんですけど、多くのカードショップさんがもっと厳しいっていう店が多いんじゃないかなって感じてて、ひどいところだと売上半分ぐらいになっちゃってたんじゃないかな、この1ヶ月っていう風に感じてまして、でこの違いが何かっていうと、やっぱりこうツイッター上とかで結構目立ってたりしたと思うんですけど、プレイスペースの利用だったりイベントの開催だったりを全部中止にされてるお店さんっていうのもそれなりの数あって、で目立ってないだけでこう平常のまま対策グッズ置いて注意喚起して平常のまま行ってる店っていうのもあって、うちもそうだったんですけど、プレイスペースもイベントも中心されてるお店さんを中心に結構厳しいショップさんは多かったのかなと感じてます。ちょっと話はそれますけど、ここの判断においては中止されてるショップさんも平常プラスアルファのショップさんも、どちらもこう非常に厳しい選択を差し迫られて、感染予防とか風評の面で言えば感染が拡大しないために中止しますと言った方がいいし、その裏では集客が激減して売り上げが利益がそして買い取りも、スコアが大変出にくくなってしまう、逆を取ればスコアはまだマシだけどその感染のリスクが落としきれない、どちらも辛いような選択を、もちろんこれカードショップだけじゃないんですけど皆さん差し迫られて、どっちも厳しいという中、ハレリアは中止にしないという選択を取って、そんな中でできるだけ対策する、アルコール消毒はもちろん在庫あった分のマスクの配布だったり、うがい薬とうがい用のカップを置いたりとか、そういった形で営業してたんですけど、それでも2割減と考えると、カードショップの集客ってプレイスペースとイベント、これらが非常に重要なんですよね。プレイする場所とプレイする機会がそこにあるから、楽しめるからいらっしゃるわけで、でそこでこうついでにこれ欲しいこれいらないっていうので取引してくださるお客さんっていうのが非常に多いんですよね、カードショップって。なので中止にしてないハレリアでも2割減なんだったら、イベント中止でもそれ以上だし、イベントプレイスペース両方なんて言ったらもうかなりのもんだと思うし、半分ぐらい減ってるんじゃないかな、それぐらい減っててもおかしくないなっていう風に考えるのはそんなにおかしくないのかなと。でこの結果何が起こるのかというと、カードショップがいくつも潰れてしまう可能性が出てるんですよね。もちろんこう1ヶ月の売り上げがガツンとこう下がったことですぐ閉店に追い込まれるというのは、もともとかなりギリギリでやってたところで、そういった状態のお店さんはもう致命傷に近いダメージを受けているところもすでに存在しうるんですけど、そうじゃなくてもともとある程度その余裕を持ってやっていたお店さんでも、単純にこの期間のマイナスによって安売りせざるを得なくなったりとか、キャッシュポジションが下がったりとかで、でもランニングコストはやっぱり変わらないわけで、
事業が利回り的に悪循環に陥りやすくて、まあ、そんなことはなかなか考えづらいけど、明日直ちにコロナウイルスの感染っていうのが 100% ストップするわけないんですけどね、したとしてもこれまでの余波だけでももう相当なマイナスにつながるような売上減、利益減がすでに起こってると推測していて、まあ、もしかしたらまだまだ続くかもしれないし、1ヶ月だけの間かもしれないし、それって分からなくて、だから皆さん不安だと思うんですけど、これはもう賛否両論、分からないものに怯え続けてもしょうがないっていう方もいますし、分からないものだから警戒し続けなきゃいけないんだよっていう方もいますし、これはもう自分の人生にとってそれぞれがどうするかでしかなくて、ただどっちもある中で世の中ね、もう本当にいろんな事業者の方々が非常に厳しい状況に陥っていると、で国もそこに対する補填の施策とかも準備されているようなんですが、ただそれは直ちに解決されて支給されるものではないし、審査とかももちろんあるので、それにその全額補填しますっていうことにはおそらくならないんで、まあ、例えば一律何パーセントとか、一律この部分までとか、ある程度範囲絞りになると思われるので、まあ、それが即解決されたからどうということもないと思うんだけど、まあ、とにかく今を見ても今後を見てもかなり厳しくてっていう事業者さんが多くてですね、まあ、そんな中僕はカードショップのことだけ大事なの、それでいいのって思われる方もいるかもしれないですけど、僕がただカードショップの人なんで、カードショップについて今回はお伝えしてるだけで、もうカードショップより苦しいとこわんさかあるでしょうし、カードショップよりは楽かなっていうところもわんさかあるでしょうし、だからそこを論じたり、カードショップだけ厳しいですって言ってることでは全くなくて、世の中いろんな業態の方が厳しい中、カードショップも厳しい状態でこれぐらいだと思われますっていう話をここまではしてきました。そんな状態なので、皆さんの中にもね、もちろん、事業をご自身でされてて厳しいっていう方ね、これを見てくれてる方の中にもいらっしゃるでしょうし、あるいは自分の勤め先が苦しい状態で、こう仕事とか報酬が減ってしまっているっていう方もいると思うんで、なので事業者だけじゃなくてね、皆さんが実利的に精神的に、まあ、結構厳しい状態になっていて、まあ、僕個人としてはね、そんな時こそできるだけ何でも楽しもうとか、いいこと探ししようとか、まあ、そういうタイプなんですけど、なかなかこう世の中全体で重い空気で、実際に重いコンディションになってる、それらはなかなか変わりにくいし、アプローチしにくいもので、なので皆さんにお願いしたいこととしては、いえ、なんとなく考えてもらえたり、なんとなく頭の片隅に置いといてもらえるだけでもう全然いいんですけど、皆さんが普段お世話になってるショップさんとか、応援してるショップさんとか、まあ、亡くなったら困るショップさんとか、今厳しい状態になっているお店が多いので、欲しい商品を買ったりとか、不要なカードをお金に変えたりとか、そんな時はぜひそういった、カードショップのご利用を検討していただけたら嬉しいです。カードショップの数が減る、皆さんがカードゲームを楽しむ場所が減る、カードゲーム自体が盛り下がる、分かりやすくこういう事態につながりやすい危機的な要素をはらんだ状況というのが現在のカードショップの現況です。今日のお話は以上です。最後に少しだけ宣伝させてください。マジック専門店ハレリアでは、通信販売、通信買取、ネット買取ですね、そして通信販売のサイトや店内注文用のページを使った事前注文からの店内受け取り、購入、これらの形式でご利用いただくことが可能です。オンラインで完結したり、店舗への滞在時間が少なくご利用いただくことが可能となってます。ハレリアはマジック・ザ・ギャザリングを盛り上げていく使命を持った会社で、現在47都道府県への出店を目指しています。ですが現在苦戦を強いられてます。いつも以上に皆様の応援が必要な状態です。欲しいアイテム、不要なアイテムがある際にはぜひハレリアのご利用をお待ちしております。よろしくお願いいたします。よかったらチャンネル登録、グッドボタンお願いします。ご視聴ありがとうございました。